ありがとうございます。だいぶいいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい。変わらない。キャノンマーケティングジャパングループ。キャノンマーケティングジャパングループ。はい。キャノンじゃないです。キャノンマーケティングジャパングループ。はい。はい、せーの。その技術をさらに発展させて超ワクワクする会社を作りたいです。その技術をさらに発展させて超ワクワクする未来を作りたいです。惜しい。ええね。私キャノンマーケティングジャパングループは、例えば、ありがとう。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 ありがとうございます。だいぶいい。ありがとうございました。熱血ではないかな、表向きはとは思いますけどね、自分はなんかこう情熱は持ってるタイプだとは思うんですけど、あんまりこうそれを表立って行こうぜみたいな、こうなんていうんですか熱血部活キャラみたいな感じではないかなとは思いつつ、でもなんか演じててこうすごい元気な役だったので楽しかったですね。ご自身でプロデュースされた作品とかもされてるから、こうリーダーシップを取れる方なんだろうなっていうのはもちろん想像はついてたんですけど、でもなんかそれこそご自身もおっしゃってたように俺についてこいっていうタイプよりはみんなで楽しい方向に行こうみたいな、うんうん、そういうなんかこう拡散タイムみたいなそういうのがある方だなと思ってご一緒させていただいたこの時間はなんか癒しに近いものをいただきました。大変助かりました。冷静沈着な方ではないので、逆にこういう女性ってなんか羨ましいなって思います。急に来てもえみたいな、私だったらえ何何怖い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 みたいななっちゃうから、いつもこうグッとこう起伏のないみたいな、そういう性格とか憧れるというか、なんかそういうのは私にはない部分だな。逆なんですか。真逆だと思います。あ、そうですか。すぐ拾っちゃうし、誰かが何何何とか消えそう。なるほど。似てるっていうよりはなんか憧れに近いかな、そういう女性にもなってみたいなみたいな。キャノンマーケティングジャパングループ。